こんにちは。こんにちは。ひなたまるです。こんにちは。こんにちは。ではまずお名前をお願いします。ゆいなです。さなです。実は、はい、さなさんは初めましてなんですけど、はい、ゆいなさんは5年前に共演をしたことがあります。そうなんですよ。高校生だったんですよ、その時私たち。なのに今もう20歳超えて、やばいね、はい、感動の再会です、はい。はい。私たちは同じアイドルのグループのメンバーです。はい、私が緑で、私がオレンジです。おー。ちょっとアイドルっていうイメージが、相当ないから、そう、アイドルになったのもびっくりなんですけど、こう、アイドル始めて、なんかお互いの心境とか、まあ、こういうこと変わったよとか、あったら教えてほしいです。でも、私は、声が変わったって言われます。なんか、アイドルっぽくなった。そう、なんか自覚はないんですけど、うん、声が変わったってよく言われます。うん、私は、中学生の頃からアイドルやってるんですけど、うん、最近ファンの人に会うと、なんか大人になったねってやっぱり言われます。10年以上前から皆さん見てくれてるので、親心みたいな。二人はこの近代麻雀っていうイベントは、はい、初めてなんですか？前回も2人とも出ました。2回目です。1回目と2回目でやっぱ気持ちとか、感情環境の変化とかなんかありましたか？1回目は緊張するだけしてただけみたいなとりあえず時が過ぎたみたいな感じだったんで、今回ちょっと心に余裕を持ってできてる気はする。なんかやっぱり最初はちょっと不慣れな感じがあったんですけど、うん、今日は最初から割と ね余裕持ってできてます。ちょっと2人とも結構コンセプトが違うなって思って、衣装のこれは、うん、ゆいなさんはあれですね、制服です。で、さなさんは、いや、コンセプトあんま考えてはいなかったんですけど、下半身出すよりは上半身出したいタイプなんで、多分今日はそういうスタイルが多い気がします。おお。じゃあ今後もこの後も着替えるんですか、二人とも？着替えます。お、皆さん二人の可愛い衣装チェンジに期待してください。じゃあこの視聴者さんの皆さんに一言ずつ何かありましたら。はい、私たち今月で1周年迎えたので、ぜひぜひ皆さん1周年ライブよかったら気になってくれたら見に来てみてください。1周年ライブ以降もたくさんライブ入ってるので、よかったら皆さん注目して見てみてください。待ってます。私もぜひ現場に足を運んで2人のアイドル姿を見たいと思います。お願いします。インタビュー最後までありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。